はい。データ同化研究支援センターの上野と申します。よろしくお願いします。本センターの設置の目的というところから話を始めたいと思います。2019年度にできました。それまではデータ融合計算支援プロジェクトという名の活動していたところです。対象は、諸科学、産業界でデータとシミュレーションに関する課題を持つ研究者。で、その研究者に対して、データとシミュレーションを融合させる技術に関する課題解決に向けた支援。で、主な主たる活動が面談。最近はズームが多いんですけれども、対面またはズームで面談を行い、助言や技術指導を提供しております。そこがメインの活動になります。で、初回が無料です。2回目以降は何か書類を書いていただいたり、共同研究の契約で進めるという形で進めております。メンバー、今年度ですが、ここにある通りになります。遺伝研、木村先生、局地研、小川先生、頭数研、中野先生、村上先生、藤田先生、あと、ポスドクの大久保さん、そして技術補佐員2名で進めているところです。で、データどうか、ですね、何が嬉しいのかということをここにまとめています。まあ、データどうかは事業名になりますが、観測データと数値シミュレーションを統合する方法。具体的には統計の方法、制御の方法になるわけです。で、データ同化をすることで何が嬉しいのか、高精度の予測ができる、計算時間を大幅に短縮したシミュレーションモデルを作ることができる、そういうことが可能になります。まあ、最近の巨大で複雑なデータの解析においては、バラバラのデータとか、時には矛盾を含むデータなどもありますが、それをまとめて一つのシステムとして、それなりの整合性を持った、このそれなりにというところが大事なんですけども、それなりの整合性を持った一つのシステムとして取り扱うことが可能になります。で、研究相談、これ最近のもの、古いものを外して最近のものを入れたものになります。上の方が古くて、下の方が新しいものです。一番下の2行は今年度、この1年であった研究相談のタイトルを書いているものです。上の方、核融合プラズマ、これについてですが、これについては、初回の相談は随分昔になったのですけれども、これの研究相談を引き続き行いまして、それでの方法論での発展がありましたので、このように説明したいと思います。で、面談現場、これは、2018年で対面で実施した時の面談現場の様子になります。ホワイトボードに、その時の議論の様子が残っています。下にある写真は、核融合圏からお借りした写真で、ラージヘリカルディバイス、プラズマの実験装置になります。で、このプラズマ実験装置に関するデータ同化を進めていきたいということで始まったプロジェクトです。で、現在も続いているところです。で、これは2020年の論文から持ってきたものですが、ここではデータ同化システムが一通りできましたというところの方向になっています。左側にシミュレーション変数、シミュレーションパラメータという、縦に長い状態ベクトル、ステートベクターがを示しています。その右に行くと、プレディクト、フィルターという2つの箱がありまして、プレディクトの中には、タスク 3D というシミュレーションモデル。これが、プラズマの、方程式になるわけですけれども、そのシミュレーションモデル、タスク 3D が含まれているものです。それに、フィルターというデータ同化の操作を合わせることで、オブザベーション、テンパチャーデータ、デンシティデータとありますが、それをデータ同化することで、正確な状態推定を可能にしたというものが、この2020年の仕事になります。さてですね、で、今まで説明したのは、標準的なデータ同化の流れです。で、ここでおさらいをしておきたいのですが、まず左に状態 X0、これがあります。0というのは初期値という意味で時刻が0。これからシミュレーション、もしくは予測、もしくは時間積分という言葉で、X0 から X1 に移ると。つまり時間が一つ先に進んだということになります。で、さらに時間を進めると、X1 から X2、さらに X3 と進むことになります。で、下のところにダイヤ型が観測とありますけれども、この時には Y1、Y3 と書いてありますが、この例では、時刻1の時と3の時に観測データが得られている。そういう状況を考えています。2の時には何かの理由で観測データはない。まあ、欠損である。そういう、まあ、よくあるケースだと思いますが、1と3の時に観測データが得られている。その場合については、1について、フィルターの操作をする。これがデータ同化と呼ばれるものですけれども、フィルターの操作をする。時刻3についてもフィルターの操作をする。こ
これが標準的なデータ同化の流れになるわけです。で、さて今回ですが、これに制御の過程を組み込むということを進めました。で、いろいろニーズを聞いてみると、こんなようなものがあるので、見ていきますと、制御とは何か、いろいろ聞いていきますと、適切な外力、まあ、制御入力と今と同じことで使ってますけども、適切な外力を推定し、実システム、実験装置、この場合はプラズマの実験装置になるわけですが、実システムの運転のスケジューリングをしたい。どういう運転をすれば適切か、その運転のスケジューリングをデータ同化の考え方で進めできないのか。で、スケジューリングですから、実験装置、実システムの運転前に、じゃあこのように運転しましょうというふうに済んでいる必要があるわけですね。で、観測データは実システムの運転の結果として出てくる出力ですので、観測データを見てからじゃあスケジュールを立てましょうというのは意味がないわけです。で、さらにこの時間積分のやり直しはしたくない。これはシミュレーションの時間積分は重いという都合によるものです。このニーズを踏まえて新しいモデルを立てることにしました。まずはじめに、X0 から始まりまして、シミュレーション時間積分で X1、X2 と進むところは一緒ですけれども、今回の場合は外力という変数で U1、U2、U3 というものが増えています。変数が増えているわけですね。そうしますと、もともと X0 から始めたところに、シミュレーションによる時間積分と外力 U1 両方の効果で X1 が決まると。で、X1 から X2 になるときには、同じく時間積分と外力の U2 によって X2 が決まる。そして U3 には X2 からの時間積分と U3 という外力によって結果が決まってくると。そういう外力を明示的に示したモデルを考えることにします。でですね、適切な制御をしたい。で、適切とは何かというところでしたけれども、これを、議論していくうちに、こういう状態になってほしい、目標状態を用意して、それになるような外力を求めたいと。ここにありますのは Z1、Z2、Z3。このような状態に将来的になってほしい。そのいうふうにするには、どのように U1、U2、U3 を与えればよいのか。それがあらかじめ分かると、ハッピーであるということです。で、この状況になりますと、この目標状態 Z1、Z2、Z3 はあらかじめこうあってほしいという、こういう結果を出してほしいというものとして、ある意味確定したデータの形で得られますから、これを使うことで、フィルターの操作をすることができます。つまり目標状態に対してデータ同化する。これ今 Z フィルターと書いてますけども、目標状態 Z に対してデータ同化する。そうすることで、縦の方に Z1、X1、U1 とありますが、この Z1 のデータ同化することで U1 の最適な値を求めることができるわけです。同じように Z に与えることで U2 の最適値を求めることができる。それでですね、この U1、U2、U3 に対して、ここからもともと U1、U2 は確率分布の形で得られるんですが、そこから必要な外力1つの、1つの値を取り出して、 U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターと決めます。これを求めると。この結果を制御入力として実システムの運転のために使うことにします。こうすれば Z1、Z2、Z3 に近いような出力が得られるだろうということで、この赤い枠の中をまず手にすることができます。で、次はですね、この U1 アスター、U2 アスター、U3 アスター、で運転をするというスケジューリングが決まりました。そうしますと、この外力を与えたときに、状態はどうなるかというのを求めることができるわけで、この U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターを使って、X1、X2、X3 がどうなるか、これを調べることができます。ここのところは、さらに U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターは一つの値として決まってますから、同じようにデータ同化のプロセスを用いて U フィルターと書いてます。観測データの代わりに U1 アスター、U2 アスター、U3 アスターでフィルタリングをすると。ということで、このアスター付きの外力を入れたときに状態がどうなるかというのを推定することができるわけです。まあ、これは実際のシステムに入力したものですから、よりその実際のシステムに近いような状態が推定されることが期待されるわけです。で、運転をしていくと、もちろん観測データが
その結果出てくるわけですが、観測データ Y1。Y1 は、もともと目標状態の Z1 に近いように U を推定して、それで運転した結果ですから、Z1 に近いはず。まあ、完璧に下にはならないでしょうが、近いはずのものが出てくるわけです。この観測が出てくることを最後に、ダメ押しの形ですが、この結果が出ましたということで、Y フィルター、このディオ、あの、データ同行するわけです。ここでのポイントは Y1 だけですけれども、X1、X2、X3、つまり観測データが得られたときよりも、将来に対してもフィルタリングをすることで、時間積分をやり直すことなく、次に X3 からつなぐ続きを進めることができる、そういうような仕組みになっているものです。はい、このようなモデルを立てまして、仮想プラズマの、数値、用いた制御数値実験を行いました。そうしますと、赤い目標状態に対して、緑の状態推定値を得ることができましたので、目標状態に近い出力を得るような制御設計ができたということになります。この話題変わりまして、今年度の活動の一つとして、データ同化の夏の学校2022を共催で進めました。これはオンサイトでの勉強会になるもので、青森県むつ市で行ったものです。ここにお見せしている写真は、ホテルにある宴会場に机をスパースに並んで、距離を取りながら演習を行った時の写真になっています。この時の、会場の手配などをこのリリースシスで行いました。はい、これで活動報告のまとめになります。研究相談、先ほど1件、概略を説明しましたが、他に出張の研究相談も行っています。これは学会で展示会場に出したブースの例になります。他には今お示ししたのは講習会ですね。夏の学校はこれに当たるものです。他、公募型共同研究、ルイス GS ユニットの活動も進めているところです。研究相談の申し込みはホームページをご覧ください。以上になります。ありがとうございました。